条件は中華人民共和国山西昌雲城市に位置する県。山西省の西南の隅にある農村地帯で、北には中城山脈がそびえる。南には黄河が西から東へ流れておりその対岸は河南省霊峰及び潜水衝動館である。中城山は、 黄河の北岸を東西に走る山脈で、条件のある平野と海城市の中心のある盆地との間に立ちはだかっている。条件の西端にある風両渡し沈んで山脈が途切れておりその西側には、黄河が南北に伸びている。県内の最高峰は、石河山の標高1993メートル。そのすぐ東側にある五楼峰は、 風光明媚な観光地として知られる。全館により設置された河北県を前進とする。南北朝時代には正義により明日恵比寿県、560年には北州により条件と解消され現在に至る。風涼渡し鎮には、黄河の最大の渡し場として、古代から名を知られた風涼渡しがある。北から流れる黄河はここで、 西安市の方向から流れる高賀最大の支流伊賀と合流し、東へと方向を変えている。山西省、仙西省、河南省の山西の交点でもある。現在は、高賀クルーズの港があるほか、大道市から山西省を縦断してきた道場の鉄路と、雲風高速道路がここで、高賀を、長大橋で渡り、廊海線など、 東西の幹線が走る道間へ向かっている。風両渡しという地名は、近くにある風光領という領母から取られている。風光は、皇帝の六将の一人であったが私有との戦いで、没しここに葬られたとされる。ありがとうございます。